えー、この前アップした N 版の車検風景えー、っとね最後の最後に、えー、点検レーンの撮影金 c うステッカーがね貼ってますよってね、えー、ご指摘を受けたんで本当や撮影したらあかんねやはいそういうことでねその部分を省いて再度アップすることにいたしました私の注意不足でご迷惑をおかけいたしましたはい これで何回目になるんやろまあね N 版は今回で2回目まあその前から何回かねもう20年近くね2年に1品やったり1年に1品やったりはいはい言ってるんですがやっぱね専門の人じゃないんでねえー、っと週に1品とか前にとかね1ヶ月に1品やったらねほぼ覚えてるんやけどももう1年に1品とか2年に1品やったら。 はいはい、頭の中があれれあれれいう感じでね、はいはい、それと書類なんですけども書類はね、あのー、毎回車検を受ける時に次の分の、えー、書類、えー、3枚セットでね、えー、無料でくれるんでそ,それをもらっといて家で記入してで車検に持っていくんでその時にまた次の分の、えー、用紙をもらっておく。 家でね家でいうかあのやっぱ現地で現地で描くのもねちょっと大変なんでそれとこの点検棒今1点やったっけ選んのかどうかしらんけどいつもねえー、っと40円か50円ぐらい1枚はいはいそれそれ買って点検棒つけてで一緒に一応提出してるんですけども実際は行ったかどうかはね よくわからないんですけどもあのー、ボンゴーのねボンゴーの車検の時も一応一応点検簿オイル交換しましたエレメントをエ,エアエレメントとかねオイルエレメントとかみんな交換したのねでねでバッテリー補充液入れたとかねそんなん書いて交換とかそれといろんなとこ見ましたけどねはい費用的にはこんな感じですわ。 それとほぼ20年ぐらい前かなその有罪車検で車検が受けられるのが分かった時ああこんなんあるんやだいっぺんやってみたいなっていうことでねはいはいそれでやったんですけどもはい新しい車検証をもらいますこんな感じですわはいはいそんなんであのー、ちょっとねあのー、ここをここ N 番のねあの車体番号があの後ろの席の運転席の後ろにこんな感じであるんでね椅子を倒したまま早、はいや車検を受けることがちょっとできないんでね、えー、ちゃんと戻してあのベッドキットとかね積んでるんでそれはねあの一番後ろはそのままの状態でも全然問題ないんやけども MGR さんのはあの2つに分かれるようになってて。 で、工具も全然いらんのでははい、はい、これは楽ですわ、はい、全体的に外してもないしねあの後ろだけ外したいだけなんでねちょっとねその外したとこが取ってなかったんですけどもあの、あれセットするとこね、えー、っとこれだけ外したいのをねあの、えー、考えてもらったら今からちょっとねセットしますんでちょっと見ててださいね。 はい、ここここ一番真ん中の前後についてるやつねこれがねちょっとちゃうかってはいはいはいちょっと短かったかなヨウリタンがねいくつかあるんでね注意してセットせんかったらね組み込めないいう感じですわはいはいそれとねあのほぼ骨組みは完成してるんですけども あの私の絵の板はねあの後ろにテーブルあるのとそれ以外にも横に横にタープを張る時に、えー、テーブルを引っ張り出すいうねそういう形で使ってるんですわ、えー、ただね引っ張り出す時にあの荷物があったらテーブル引っ張り出すのも大変やし言うので2.5センチほど床上げるかね隙間作ってテーブルをその隙間の中に入れてるんで。 あのー、有効ボードの上に荷物を置いてもテーブルは普通に引っ張り出せるように一応考えてるんですわ。はいはい、でそんなんで、えー、と途中、えー、組み込んでる途中なんですけどもそのねテーブルが横のテーブルが入るスペースを作る板を、はいはいえー、先に、はい、こういう感じにね入れてるんですわ今。 それとねあのえ、このベッドキットはあのつまみのあるネジで全て使用されてるんであのドライバーとかそういうのがねあの本当はいらないんですけどもちょっとね荷物が干渉する部分あのあバッテリー積んでるんでねでその部分だけあの頭の薄いネジをね使ってなんせねもう救急で考えたんで、はい、ちょっとねあの、 ちょっとネジが当たるとこはね薄い頭の薄いやつですねほらこれねここにここな収まるんで収まったら上のね、あのー、食料でも何でも画面から上に置いても全然問題なしであの硬いその芯のある部分にバッテリー置いてもね全然全然テーブルも引っ張り出せるしねはいはいそういう方法を取ってテーブルを 使っています最後にこれですわ最後は天板ね向こうとこっち側とねはいはい、えー、天板もねあの跳ね上がらないようにはいはい芯のないとこフレームのないとこを踏んでも跳ね,な跳ね上がらないようにねストッパーもちゃんとついてるしねでこれがシートを。 運転席側にね、えー、っと前にしたら隙間が空くんで延長用のパーツなんですけどもジジイのはね運転席が一回転反対を向くんでねほぼ使ってないかなはいはいはいこれでほぼ OK かなはいそしたらね今から後ろ後ろの方をね はい後ろの方は、えー、ベッドキットはそのままで、えー、もう一つ上にもね一枚棚も置いてるんですけどもこの引き出し部分はいそれだけね引っ張り出して、はい、こんな感じでねほんでねあのここの横に後からこれもつけたんですけどもあのテーブルを使う時に、えー、引っ張り出してで。 半分ね、この池出しを引っ張ってたらあ,のあ,のあまりにもね作りがうまいんですって奥に入っていく入って,いてテーブルがむちゃくちゃ不安定,不安定になったんでねあこれストッパーなかったあれやなもう,もうテーブルも使えへんないうことででストッパーつけてテーブルが一応固定、ね、下に半分ついてるのもねやっぱりねこれ動いたら意味ないかな。それと、めた状態で ストッパーつけたら、あのー、急発進してもこれが動けん動かないようにね、はい、まあ急発進はすることないんですけどねでえー、っと汚れないようにえー、っとブランケットを引いてはいはいこれで完成ですわ結局ねあのー、まあまあ,あの車検である程度やっぱしね重量とかも問題ありやるしまあ骨組みはそのままやっといても車検は通るんでね ちょっと重たいのだけ外して車検今回も行ってきましたひょっとしたら前回ねあの重たいのいっぱい積んだまま行ったんだよねでヘッドライトが上向いとったかもしれませんね今回はベッドキットの半分の骨組み外したんと引き出し抜いて車検が通ったことですわあのー、えー窓のね横につけてるいろんな入れも LED とかねそんなんも入ってるんやけども水筒も入ってるんやけどもそんなんはねもうつけっぱなしで全然問題なく車検が通りましたもちろん回転シートもあのままで、えー、車検は通りますそれともう一台のボンゴの車検もね受けてきたんでえー、っとキッチンとかどないしたいんいのはねちょっとね参考になるようにね編集してるんでそちらの方はすでにアップしてるんでねはいはい 気になる方はそちらも見てください。